はい、どうも、カテプロです。こんにちは。いや、早い。え、ユッキーでいい？ユッキーでいい。ユッキー、ユッキーです。女子プロゴルファーです。大物ゲストいます、今日。どうぞ。来てください。どうも、はじめまして。いや、もう。ユッキーです。違う。いや、俺もユッキーなの。確かに。あ、ユータ。あ、そういうこと。あ、そういう感じで今日来る。K-1 の、ね、チャンピオンですね。はい。村越裕太くん。よろしくお願いします。今日は、まあ、より自分を出していけたらいいかなと。素の自分を出していけたらいいなと思います。あ、オッケー、はい、まあ、普通に回るのもあれなんで対決しますか。はい。で、僕が試合が多くなってきたんで、その修行も兼ねて教えてもらえる。え？まあ、いろいろね、あの2人の話を聞きながら。あ、いいね、いい勝負ね、いい勝負ね。やろうやって、これ有料で。あ、やっぱこう、かっけーかっけーかっけー、マジやられそう、マジやられそう。ベストいくつよ。嘘つけ。ベスト70ね。ベストかいくつ。68です。68。俺ベストか63。よっしゃ。なんだ、ちょっと浮いたそうです。ということで、いい方のスコアと俺のスコアでマッチにしよう。マッチの方が、はい、思いっきりいける。じゃあそれでいきましょう。はい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。マッチ。練習しないでスタートすることある。これついてたもん。ナイスとか言っていいんだよ。良さそう。よく来てくれましたね、今日。急な誘いだったの。フットワーク軽いんで。ワンちゃん来てくれればいいなぐらいで声かけたんですよ。ね。はい。あー、どっか行きそう、ボール。チャンピオン。マジやばいんですよ。チャンピオン、注目ですよ。皆さんね、復帰戦も控えてますんで、チェックしておいてくださいね。みんなで応援に行きましょう。てかめっちゃいいよ。よいしょ。ナイスです。これ本番に強いな。で、俺は何言ってんすか、チャンピオン。じゃなきゃチャンピオンなれないっすよ。うわー、ナイス。いやー、いいね。じゃインスタで見るさ、スイングがさ、良すぎてさ、加工かと思ってた。スイング加工してたのかと思った。どういう加工なんですか。意外とね、仲いい風に見えますが、3人ともそれぞれゴルフするの初めてです。そうなんですよ。やっぱこれね、3人の共通点あって、全員髪が明るいっていう。だって金髪ゴルフコーチで押してるもんね。そうです。じゃあユッキー負けたら黒髪ね。絶対に嫌。俺も金髪格闘家でやってるんで。あ、嘘。はい。俺別に何のこだわりもない。やってないんだけど。うめえ。うまい。ええー。おい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 。加工じゃなかった。チームなんだけど。村越が言うとリアル。俺基本的にこういう距離のバンカー諦めてるんですけど。でもこれ結構距離微妙、難くないですか。クリーンに入れたらとさ、オーバーしちゃうでしょ。しますね。まあいいや。うますぎ。こういうこと。ユキ、こういうこと。諦めがいい。うん。弱い。4万はでもないと。うん、でも言ってる言ってる。フィートかわかんないです。強気。弱っ。これ OK ありですか。 OK。 はい、ナイスパ。じゃあ俺もう打つ必要なくなったってことだね。うん。打っても打たなくてもいい。うんとか言って。切れないかい。ドロー。取んなくていいっすよ。ちょっと練習したい。全然大丈夫。あっ。あっ。あっ。じゃあ、2ホール目いきます。いきます。その、スイングの悩みとかさ。あ、はいはい、
俺は嘘をつく。ちょい手前。ちょい手前。嘘。これね、皆さん注目。スパイクもノーベプントドゥエ。僕も入ってます。今日は僕は入ってません。うめえ。入るぞこれ。ちょっと手前だったん。ちょっと待って。さあ村越くんはレザレクションですね。ピッチングで俺僕と一緒です。ああ、なるほどね。ああ、ナイス。ナイスです。格闘技はいつからやってますか？3歳。嘘。めちゃくちゃ。マジで？3歳から空手ですね。ああ、そういうことか。確かに。でも俺、すごい格闘技好きで、村越くんのことも知ってて、初めてそのコンペで会った時に、話しかけてくれたの。俺がなんか時計をいただいて、はいはいはい。すごいいいっすね、みたいな。いやいやいや、そんな村越くん話しかけないでよ、つって。いや、それ普通に時計が欲しかっただけだから。なんだよ、なんだよ。20はないぐらい、18ぐらい。やべえ、めっちゃ客面やられた。おいらん言ったぞ、マジで来る。うわ、惜しい。 OK、 OK です。まあ、安心してね、やってください。はい。先パー取っときましたか。出すのやめてマジ。今度は1対1対1でよかったんじゃない。それあるかもしんない。いや、あれ始まったら強気じゃん。やべ、来た。ユキショートはないって。味方ですよね。いや、でもショートはなくない。めちゃくちゃ重い。激重、激重。ワンダム。コメントできなかったです。ちょっと気まずかった。やっぱ世界チャンピオンの前じゃ緊張するよね。いや、ナイスパーでした。ナイス。まあ、これワンダム先に取られるっていうのは、いや、ハンデみたいなもんじゃないですか。まあ、やっぱ来てもらってるからね。接待された。俺自分のチャンネルで勝つときあんまないんだ。ナイス。気持ちいい。わー、ナイス。いやー、いいキック。完璧ヘアウェイ。普段の行いいね。普段の行いいね。いいですね。悪いことしてない。してない。待って待って、すっげー左行ったんだけど。あー、狙い通りだわ。狙い通り、狙い通り。あの傾斜で帰ってくるのを知ってたんで、うん、はい、あ、来たことある。はい、初見です。あ、初見。どこまで降りてきた。あ、これじゃバンカー入ったんじゃない。え、誰が、うん、君。あ、俺。君だってめっちゃ跳ねてきました。バンカーちょうど得意だったんでよかったっす。あ、マジで。はい、ピンチが好きなんですよ。あの、試合とかでもそう。そう、あの、この相手だと、うん、あっちの方が勝つんじゃないって言われているような試合とかで力発揮します。あ、ピンチの方が強いです。あー、やべやべ。あ、オッケーオッケー、ナイスアウト、ナイスアウト。オッケー、耐えれる。まだ、まあまあ出ればね。まだ耐えれる。オッケーオッケー。いや、いい感じ。戻んないけど、ナイスです。なんか穴にディポット入ったね。おお、でかっ。なんかポッコンしたように見えたけどね、はい、なんかね、なんか手前かなと思って。
ちょっと噛んだな。うわ、ライン見せに来たな。これがチームプレーか。チームだからね、やっぱチームっぽい戦い方しなきゃ。喋ってくんない。いやいやいや、いやチーム同士の会話どうぞ。誰も何も言わない。誰も何も言わない。味方ですら言ってくれなかった。なんで俺だけ。おお、ナイストライ。全然切れなかった。まあまあラインは見せましたもんね、これで。ボール吹きたい人いますか？じゃあ吹きます。あ、今チームプレイ。もうちょっと。うん。ちょっと重いですね。あー、読みすぎてんな今日。お先で。OK です。OK。ナイスパ。ナイスパ、うん、はい。まだそちらのダブルユッキーチームのダブルユッキーのまだワンナップ、いい勝負ですね。ワンナップは大事。いきます。いや、どうぞどうぞ。よいしょ。え、全然いいじゃん。やっぱ急になるよね。びっくりしちゃった。でもね、それまで一番アプローチ得意だった。なったら言って。わかりました。応援するから。声出して。応援だけなの。声出して。俺がカズプロ110の王、俺がカズプロ110の王、俺がカズプロ110の王。チャンネル登録よろしく。